ポンス・ビネッケ彗星は、周期6.32年の周期彗星である。1819年6月12日にジャンルイ・ポンが、マルセイユ・天問題で、1858年3月9日に、フリードリヒ・ビネッケが、ボン天問題で、それぞれ発見した。1921年に回帰するときには衝突する、可能性があると計算されたが、ヤーキス・天文問題の天文学者、 エドワード・エマーソン・バーナードが4月10日に衝突しないことを示した。1927年6月後半には約 0.04AU まで地球に接近した。木星による雪道で軌道が変化したため、1916年、1921年、1927年には、ポンス・ビネッケ彗星を母天体とする6月司会座流星群が活発であった。 節動により再び軌道が変化したため、現在はあまり見られない。ポンスビネッケ彗星は、周期6.32年で、軌道長半径は 3.42au である。2014年10月26日時点では、近日点は 1.24au、遠日点は 5.6au であるが今後は、周期、軌道長半径ともに変化していくと予測されている。 前回の近日点通過は2021年5月27日で、見かけの等級は12まで達した。前回までの近日点通過は以下の通りである。次回の近日点通過は2027年8月25日と予測されている。2021年6月12日には地球に 0.44au まで接近した。 2025年9月24日には木星に 0.65au まで接近すると予測されており、今後は高天周期が5.5年にまで短くなると考えられている。次回以降の近日点通過は以下の通りである。直径は 5.2km と考えられている。ありがとうございます。